ございます。お風呂を入りました。化粧水忘れた。とりあえずアロエにつけようかな。アロエの化粧水知ってる？どっち？アロエ、アロエさん100均です。いうのなんかあんまり肌荒れせんけん何でも合うんですよね。とりあえず100均後でする。あ、キキノスケ来たか。おはよん。え？ああいいのくれた。これミストするん。イソフラボンだって。おはようございます。画面暗くない？ JT さん、黒猫とケーキさん。いやこれ暗いよ。待って待って、部屋が暗いよ。ほら明るくなった。明るくなりました。JT さん、黒猫とケーキさん、瀬戸内のミニマロンさん、ホリちゃんさん、アーツさん、ヤスさん、ダイさん、シーンさん、奈良西さん、リンクさん、カピバラミキヤさん、ポッコリー、ナベちゃんさん、コナンさん、ダンゴムシさん、ヘタクソな猫さん、ズンダさん、マスオさん、カミテルさん、KG603 さん、ハチさん、テンリさん、ピーマンさん、マルヒロさん、つくしさん、もちゃもちゃさん、マックスタヌーキ206さん、KRD さん、ハヤトさん、木綿豆腐さん、ミヤティさん。今日寒いね、朝ね。今日は朝晩冷えるって天気予報言ってた。コーンさん、チムさん、マコさん、ジョークスノーさん、タックンさん、カッチャンさん、トモアキさん、アヤさん、ミロさん、さとちゃんさん、やすべさん、つかぴーさん、あきさとさん、くんさん、あまぐりくりちゃんさん、おはようございます。おはよう。なんか部屋のライトあるんですよ。時間に合わせて暗くなったりみたいな。ゆもぽんさん、ハートありがとう、ありがとう。朝風呂。マスオさん、54年のありがとうございます。スケモンさん、バラありがとう。ヤスさん、54年のありがとう。トマアキさんも50年のありがとう。アマグリクリちゃんさん、バラありがとう。テトロポットさん、54年のありがとう。ビッグボスさん、ベイアンさん、平田おじさん、哲也さん、おはようございます。バンジュラモンスターさん、ライフハートありがとう。ヤスベイさん、小さな秋ありがとうございます。広島ナウなの？なんでなんで？バンジュラモンスターさん、おはよん。舞台出演おめでとうってありがとうございます。そうなんです。むもくんさん、はじめまして、おはよう。右から読んでねって、おはようございます。おはよう。ヤスさん、アメちゃんありがとう。カピポロミキアさん、かわいい、ありがとうございます。ユウキさん、おはようございます。そうなんです、セプトさんプロデュースの、セプトさんと STU のコラボっていうか、そんな感じで舞台が決まりました。で、そうなんです、1期生さんと2期生さん10人ずつかな、多分なんですけど、
10人選んでいただきました。ありがとうございます。というわけでですね、最近ちょっとあの朝配信が多めになってたりとかっていう感じだったんですよそうなんですよ、そうなの。だから忙しくて、昨日のお昼からのやつもその練習だったんですけど、今日ももちろん練習あります。そうなんよ、これ顔に振って大丈夫なやつ、本当に使い方を知らん。目と口を閉じ、赤顔から離してスプレーし、その後優しくなじませてください。だってそうなんです、初演技に挑戦します。失礼できたのかな。そうなんですよ、もうねずっと言いたかったんですよ。いつぐらいから練習始まったかな、10月真ん中ぐらい、始め2週目ぐらいかな、10月のから始まってて、そうなんですよ、そう練習始まってて、まあ最初の頃はあのセブトさんはあの広島じゃないので東京かな、なのであのズームでずっとこう画面でなんて言うんだろう、あのメンバーはレッスン上集まって、あの一個のタブレットパソコンどっちかわからんけど、なんかカメラみたいなやつでこっち側でみんなでやって、でセプトさんはあのズームでこう一人ずつのお家かな画面でやってて、そうなんですよ、ずっと練習しててっていう感じですそうなんですよ、やっと言えたんです。ユナはそうですね、ほぼほぼ初です。ゆうくんさん、ドラマありがとうございます。テトラポットさん、ハートありがとうございます。あ、謎解きイベントか、いいですね。そうなんです、でもそうズームの時とか、まあ今もなんて言うんだろう、ちょっとずつこう練習動きとか、なんかなんて言うんだろう、動き練習みたいなしてて、そういっぱいそうセプトさんとこうなんて言うんだろう、どんどん話すようになってっていうか、こう練習してたらセブトさんってすごい面白いあれなんだなと思ってそうなんですよ、だからなんか演劇って言いつつ、演劇舞台って言いつつ、なんか若干コメディっぽい部分もあるなみたいなやってる側もちょっと笑っちゃいそうになるし、こうなんて言うんだろう、先輩たちがこうやってるの見てて笑いそうになる時もあるし、そう面白い部分もあるので見てても楽しいかなとは思います。フカヒレさん、おはようございます。ゴキザリーさん、おはよう。一回きりなんかな公演、それはもったいないね、なんかキュンデスおじさんさん、おはようございます。ヤスメさん、50年のありがとうございます。そうなんかね、もうねみんな本当にもうレッスン詰め詰めで、だいぶ前からだいぶ前レッスン稽古始まって初日とか2日目とか1週間くらいだったかな、分かんない忘れちゃったけども、それぐらいであの公演の初日が11月11日2期生はになりましたって聞いて、あと1ヶ月ぐらいしかないじゃんっていう話になって、結構急ピッチで進めてて、もうバタバタでそれぐらいじゃないそれえバタバタでそのショールームで言うとか、結構なんか言うのもあれでした、思ってなくて、考える暇もなくて、そうでもなんかレッスン行ってきますって言う時にちょっと言っちゃいそうになってた。今日めっちゃ噛むじゃん、言うな。そうたくやさん、おはようございます。ワークショップそうなんですよ、2期生はあのなんて言うんだろう、お稽古演技初めてだったので、一期生さんはまあ何人かしてたりしたっぽいんですけど、なのであのワークショップを1週間ぐらいやらせてもらって、あの声の出し方とか動き方とかを簡単に基礎っていうのかな、やらせて教えてもらいました。はい、お芝居の経験はですね、舞田ダンスのとこ、舞田スクールで
なんて言うんだろう、月に1回1時間その演劇っていうコースがあって、レッスンみたいなのがあってやったりはしてました。でもなんかその時もそんなメインの役じゃなくて、ほんとなんて言うんだろう、1個のその演技の中で10個セリフあるかなみたいな、でも10個とか言いながらも単語みたいなそれ何みたいな、そういう短めのセリフだったんですけど、今回は台本もぼちぼち分厚いんですよ。そう、あんま中身は見せれないけど、こんぐらい見える、ぼちぼち40ページぐらいかな、分厚いんですよ。なので結構セリフはあるので、覚えるのが大変っていうのが一番ですね。本当に本当に大変。まだなんかもう 100% 完璧に言えますっていう状態じゃないです。ユナはなんとなくこんな感じだったみたいなことを覚えてるんですけど、そう、それプラスで動きとかもついてくると本当に大変で、そうなんです。ゆずべさん、だるまありがとうございます。よりどころさん、おはようございます。かわいい、ありがとうございます。そう、面白いと思う。ねむねむさん、おはまたねん。ほっぺたぷにぷにさん、おはようございます。そうなんですよ。でもなんかゆなとかココアさんとかもかな、学校のこととか結構配慮っていうかしてくださってて、学校終わってからレッスン合流みたいな感じでしてもらってて、それはすごいありがたいです。ありがとうございますみんなはでもお昼からとかやってて、その分レッスン稽古の時間長いので、そこは追いつけるように、もう本当に学校でもこそっと台本開いて読んでたりしてました。覚えるのも本当に必死ででしたね。小島さん、おはようございます。マスオさん、アメちゃん、ありがとうございます。テトラポットさん、ドルマ、ありがとうございます。長セリフ、長セリフはでもあんまないかな。今回もなんかそういう、まあでも10人しかいないからメインとかどうこうないと思うんだけど、なんかツッコミ役っていうか、ここで喋るみたいな、なんか話切り替えるじゃないけど、なんかそういう感じそう感じでございます。頑張ります。そう、ストーリーはなんかタイムリープするんですよね。そう、タイムリープしちゃうんですよ。それがまあ鍵っていうか、この話のメインというか、そんな感じかなって思います。そうなんです、台本そう、めっちゃこうやってメモしてて、薄いね、ゆうなの字さらっとしか見せれないけど、声大きくとか、そのまあワークショップ最初のあれで、そうそう、練習方法とかいろいろ教えてもらったのも書いております。なんかでも本当にユナたちのその公演の日の日常みたいな感じからスタートするんですよ。ステージやって、最後こうやって挨拶するじゃないですか。あれやって、まああれみたいな挨拶をして、そうで片付けしてタイムリープしちゃってみたいな感じなんですよね。ちゅうちゅうさん、おはようございます。そう、スクールは歌とダンスが基本のレッスンで、それプラスで平日にモデルコースとアナウンサーリポーターコース、そういう喋る系の練習モデルコースと2個あって、で土曜日に演劇のコースがありました。この3つはなんか誰でも取れるんですよ。あ、学年があったかな、何歳以上みたいなあった気がするけど、誰でもなんか取れるんでやってました。おでこスーパームーンさん、おはようございます。広島コッパズリさん、おはようございます。喋らなかったですよ。そうそう、演劇ってこうなんか、なんて言うんだろう、気持ちがいっぱいあるじゃないですか。やっぱ楽しいとか怒るとか泣きそうとかさ、なんかそういうので、なんか今後のそのダンスとかの表情とかにも活かせるようになればいいなって思います。スーさん、おはようございます。
よりどころさんファイト、ありがとうございます。舞台の初日はですね11月11日です。そう、2期生が11月11日が初日に出ます。頑張ります。ニーサイチさん、おはようございます。そうそう、教科書の上にそう机あるじゃん、でこう教科書開いたじゃん、その上にこうやってでこうやってこうやってくるってしとくんですよ。そしたら平べったいけんパッと見分からんじゃん。後ろの方の席の授業とか結構こうやって見てるで先生来そうって思ったらシュッてこう教科書と入れ替えるんですよ。でバレないっていうともちんさん、おはようございます。そう、本番までもうすぐ、あそう、前映画はでもあれはなんか台本とかなくてもセリフもほぼなくて、なんかもうアドリブみたいなわちゃわちゃしててみたいな、学生役でエキストラですねあれはそう、出させてもらったこともありますね。岡山の坂本、帽子にくもさん、ゾンさん、おはようございます。ゆなはどんな役でしょう。まさのれさん、なるみさん、おはようございます。チュアットさん、おはようございます。あ、211日ありがとうございます。気づかないうちに授業聞いてってはい、そう、大変。ゾンさん、50年代ありがとうございます。そうなの、なんか本当にユナたち STU のメンバーって感じなんですよ。そう、船でタイムリープの鍵は何かってこうみんなでいろいろ試しながらやっていくんですけど、そうだからあのなんていうの、ユーナたちのそのステージをやってありがとうございましたのとこからこうタイムリープどん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 していくので、ステージっていうか普通に曲もあるんですよ。いろんな曲、あの会いたかったみたいな感じでいろんな曲をもうやりつつタイムリープしちゃうみたいな。だからこうずっとセリフって言うんだろう、ずっと演技だけでもなくて、そうそう、ちょっとあんま言うとあのねお話があれな分かっちゃうのであんま言えないんですけど、そう、中堅さん、おはようございます。心拍さん、おはようございます。でもそんな感じです。そう、こういろいろこう場面があるんですよ。ステージの場面があって終わってあの片付け掃除しててみたいな、掃除しとかしてる場面もあって、でまあなんて言うんだろう、タイムリープしちゃってこうみんなで集まって話し合う場面もあってみたいな、でまたパフォーマンスの場面あってみたいな感じなんです。だから本当に面白いんじゃないかなって思います。まだあの投資で見たことはないんですけど、その曲とかも含めてはないんですけど、まあ曲とかも入りながらやってったら面白いんじゃないかなって思います。でもゆうなも初めて台本読んだ時になんか一回じゃちょっと理解しにくいっていうかしきれない気がしました。ゆうながバカなんかもしれん。でも鈴木一郎さん、50回とありがとうございます。ミュージカルっていうのかな、うーん、ミュージカル、うん、ミュージカルっていうのかな、でもなんかミュージカルって歌の中にもうセリフみたいな感じじゃない、じゃなくてもうパッて場面が変わっていつものあのパフォーマンスなんですよ。いつもの公演のパフォーマンスをしてみたいな感じなんですよね。そう、本当にでもユーナたちの日常プラスタイムリープみたいな感じだから、もうユーナたちもこうやってこのセリフの練習とかこうやってしながらなんかあこの場面ユーナたちと被るみたいな、掃除してるのもいつもあのあれなんですよ、公演終わったらあのストレッチとかあのミーティングじゃないけど今日の反省点とかも話した後あの楽屋とかステージとか掃除してから帰るので、そう、その掃除の場面とかもいつもみたいな感じだし、
ロンリーボイスさん、ハートありがとうございます。マサフミさん、おはようございます。アイスレモンさん、おはよう、グルトン。そう、ロンリーボイスさん、おはようございます。スイカさん、おはようございます。そう、タイムリープはなんか、タイムリープ自体は複雑じゃないんですよ多分。多分でもなんか、そう、え、これいつの話みたいな、ちょっとでもわかんない。本当にユーナたちも完成してみて、通してみないとわかんないけど、これ台本もらってこうパッて一回読んだだけだったら、え、これどういうことみたいな、ちょっと思ったけど、このシーンとこのシーンどうやってつながるのみたいな思ったけど、でもなんか何回もやってたら、あ、こういうことかみたいな、わかりました。でも本当にあの個性豊かなキャラメンバーなんですよ。だから面白い。そう、なんか、そう、リーダーがいたり、まあリーダーはいるんですけど、ミステリーオタクみたいなのもいたり、食いしん坊キャラいたりとか、めちゃめちゃマイペースな子いたりとか、そういうキャラがいっぱいあって面白いのでミイラミノルさん、おはようございます。そうね、2期生の個性強いメンバーかな。そうそう、そんな感じの感じ。そうなんですよ。セプトさんのそのキャラ、キャラ決めの時もなんかなんとなくいつものみんなに近いようにって感じだったらしいんですよね、さらっと聞いた話だから。そう、リーダー役はリーダーっぽい子みたいな。でもリーダーはユーナ的にはちょっと意外だったかもしれんけど、この話のリーダーには確かに似合ってるって感じかな。そう、いい感じ。殴り合いはない、殴り合いはないけど、なんかもう、そう、タイムリープしてってこうどんどん、なんて言うんだろう、深く考えすぎてっていうか、精神的にこう疲れてきちゃって、こうイライラし始めて言い合うぐらいはありますね。アッキさん、おはようございます。シーツさん、おはようございます。ハートありがとうございます。舞台頑張ります。そんな感じです、舞台はね。ガスさん、おはようございます。ありがとうございます。ユナユナ強いのかな、キャラ強いのかな。そう、先輩と2期生でまたなんか違うキャラができるんですよね。同じキャラだったとしてもなんか、そうなんですよ。こっちのキャラはすごいなんか、なんて言うんだろう、コメディっぽいみたいなだったとしても、2期生はなんか真面目だけど同じキャラみたいな、その人の個性出しつつの演技なので、どっちの方を見ても面白いかなって思いますね。結構内容言っちゃってる。でもでもね、まだまだ全然、本当にさらっとのあらすじしか言ってない。ユーナの絶対内容わからんセリフ聞くあー、やっぱりな何がやっぱりなって感じでしょ。あー、やっぱりなー、ブルブルって喋ってくんですけど。そう、いっぱい、何曲ぐらいするんだろう、5曲ぐらいするかな、パフォーマンスはいっぱいあるので、それもそれで楽しいとは思います。いつもの声よりかは、それはもちろんあの演技の方が多めだけど。ヨスさん、ハートありがとうございます。ハッチさん、おはようございます。アーツさん、めちゃありがとうございます。森健銀河さん、おはようございます。そう、楽しみにしててください、本当にカムカバーさん、おはようございます。でもなんかあの
レッスンの時の動画とか見直してたら、さやかりんとか結構うまいんですよね。そう、ゆなはなんかちょっと下手な気がしますけど頑張ります。こういっぱい本当に細かく教えてくれるんですよ。ここのままもうちょっと待って、このタイミングみたいな教えてくれるので、そう、そういうのにどんどん慣れて、なんかうまい具合になればいいなって思いましたゆなゆなお眠キャラ、お眠キャラいますかね。パフォーマンス中に寝るみたいなお眠キャラやばくないおったら渇望のゆこさん、おはようございます。女優頑張ります。ゆな朝ドラが好きで、 NHK の朝ドラが大好きで、もうずっとちっちゃい頃から見てたんですよ。だから私あのドラマとかも結構なんかジャンル問わず見るの好きで、まあ怖い系はちょっと苦手なんですけど、恋愛系もだし、なんかコメディ系とかも、なんかもうこの女優さんが好きだからこれだけ見るとかいうのなくて、結構見てて、そう、女優さんも楽しそうって思って、そうちょっと憧れてたので嬉しいです頑張ります。さやかりんがレッスン終わっても喋り方が演技してるって話してた。あー、あるかもね。なんか普通に話してるんですよ。例えばなんか、みたいな、で普通だったらどうしたみたいな感じじゃん、まあ、言うのだけかな、広島弁かな分からんけど、でもなんかセリフでどうしたのとかっていうのあるんですよ。そしたらどうしたのって、あみたいな間違えたみたいな、普通にスマホないとかっていうだけでもなんか、スマホがないみたいなあるあるかもしれん。でも確かにそうなんですよ。もう終わってすぐはみんななんかちょっとまだ役が抜けてないみたいな、でなんかレッスンの休憩中とかにコンビニ行こうとか、私も行くみたいななんかそうなんで、普通に言ってることが演技っぽく聞こえる、聞く側がいけんなんか喋ってる側がいけんなんかちょっとよくわからんのんですけど、でもそんな気がする、そんな雰囲気出てるよ演技まだ抜けてないみたいな時もある、たまに。そう、あーやっぱりなーが出てくるのでお楽しみに、ゆうなのラムさん、おはようございます。どこでも自転車で行くキャラはってチャリ登場。おねむキャラ面白い。今おねむはね 10% ちょっとだけお昼寝できるならしたいかなってぐらい。ゆなのセリフに変わったね、あるかね、あるかね、帰る場面とかでお疲れ様変わったねーみたいな、怖急に怖。ミュージカルとは違うのかな、なんかなんて言うんだろう、はっきりした定義が分かんないけど、でもその曲の場面もあり演技の場面もありですね。ミュージカルはあのリコチがするやつですよ、即興ミュージカル、即興演技、あれもでも演技か分かんないけど、頑張ります。スイカさん、アメちゃん、小さな秋ありがとうございます。そう、朝ドラ、今の朝ドラあれって東京今わかんないそう、コンビニ行っても大きい声で話してしまうって、ああそれはありかも。なんかやっぱさ大きい声で言わんと、こうマイクで喋るわけじゃないけん、大きい声で喋らんと聞こえん気がして、声出す練習も結構します。そう、 DMM でね見れるんですよね。カイドンさん、おはん、9時になりました。そう、いやな、この緑の付箋貼ってる部分があれまだあんまり覚えれてないので真ん中らへんなんですけど、頑張ります頑張ります。あ、もう9時になっちゃった、うん、よし、今日もレッスン頑張ります。もうやっとなんかみんなに言われたけん
そう、今日は舞台の練習で朝配信ですとかってちゃんと言えるから嬉しい。よかったよかった。しんいちさん、ハートありがとうございます。今度の舞台で方言を話すの、さあどうでしょう。全員広島弁かね、どうでしょう。お楽しみにお楽しみに。じゃあ今日も頑張っていきます。ありがとうございます。じゃあランキングいきますね。13位ビッグボスさん、12位あやさん、11位瀬戸内のミニマロンさん、10位ゴキザリーさん、9位スイカさん、なんか鼻詰まってる8位なるみさん、7位あきさとさん、6位マスオさん、5位カズさん、4位ホリちゃんさん、3位ジョークスノーさん、2位テトラポットさん、1位ヤマポンさん。はーい、壇上の皆さんありがとうございます。そういうのはこの演技を通してね、あの表現力アップ、さっきも言ったけどその表情とかのこともだし、あと大きい声が出せるようになるように頑張ります。あ、パセ、ファイトファイトパセ、頑張ろう。そう、今日も時間は長いんですけどね、頑張ります。須田博文さん、おはようございます。パセね、もう本当にめちゃめちゃ頑張っててね、多分ね2期生でパセが一番台本覚えるの早くて、そうパセセリ、パセ多分パセの方がユーナよりだいぶセリフ多いんですよ。なのにもうめちゃめちゃ早く覚えてて、本当にそれは尊敬しておりますそう、ユナもパシェも頑張ります。おはようパセ、また後で会うけどね、パセには。それではそうだよ、パセリ師匠だよ、素敵。それではパセ本当にさすが。しゅんさん、こんばんは、こんばんは、はじめまして、頑張ります。つぼゆうすけさん、あいら大好きさん、おはようございます。ゆなパセ、なんかかわいい、ゆなパセ頑張ります。おはようございます。おりさん、おはようございます。朝から2000人も来てくださりありがとうございます。初見さんとかまだルームフォローしないよって方いましたら、ぜひぜひルームフォローお願いします。待ってます。それではランキング4だし、てんこタイムいきましょう。今日も朝から来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、ほこり、11月11日2期生初日です、頑張ります、イエイ、はーい、ありがとうございます。それでは終わります。ありがとうございました。 5、4、 あ、待った、今日はね、そう、そのね、あの練習があるので夜配信はできません、ごめんなさい。その分練習頑張っていきます。はい、それでは仕切り直して、本当に 5、4、3、2、1、 川またねー川またねー、ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございました。